2005年アイアンマン世界選手権大会で水泳のスタートアイアンマン世界選手権大会はワールドトライアスロンコーポレーションが主催するトライアスロン競技大会である。日本、韓国、中国、台湾、オーストラリアを含む世界各地で開かれるアイアンマントライアスロン大会に参加して資格を得た者のみがこの世界大会へ参加できる。 この世界大会は1978年にアメリカ合衆国ハワイ州オアフ島ホノルルで始まり、1981年からはハワイ島カイルアコナへ移動し、現在は毎年10月に行われている。トライアスロンの水泳 3.86km はカイルアワンで、自転車、走行 180.25km はクイーンカーフマヌ道路とハワイ州道2 7十号線を 通って、ハビエの往復、マラソン 42.195km は、ケアウホーから、ケアホレミサキへ行き、アリー通りへ戻ってフィニッシュする。中国の大連マンたち、ワールドトライアスロン買収へマイナス780億、円で、アイアンマン、日本大会概要、イロンマンコンティニューズエクスパンションイン、チャイナウィズイロンマン70.3イベントインリジョ、チュジング、 バンドチャンチングイン20172012ロンマンハワイ世界選手権ハイライト。ありがとうございます。